UB01 パラサイト任務開始。かっこいい、なんか。なるほど、クリア後のストーリーでは私は警察になるのね。はい、じゃあエーテル財団、エーテルパラダイスに行きましょうかね。はい、エーテルパラダイスの何、シークレットラボに迎えって言った。大幅な移動が多いな。はい、到着。もう動けるんか。ちっちゃ。ニャースね、僕が拾わなかったらエーテルで保護されてたの？野生のポケモンは傷つくとどこかに姿を隠します。狙われない場所で回復するためですが、そのまま命を落とさないよう見つけては保護しますよ。もっとも、ものすごく警戒され近づくのも大変ですけどね。なるほど。なんかすごいちっちゃい人がいっぱい。部屋の乱れや心の乱れ。わしが好きなのは乱れひっかき。聞いてない。あ、なんか今光寄ったよ。ほらほらほら。不思議な生き物が地軽でキューブに吸い込まれた。スカルダンはポケモンを捕まえ、売り飛ばしていると聞いています。絶滅したらもう会えないとか考えられないんでしょうね。まあね。てかこんな場所あったっけ、今まで。ビッケさんはどこですか？この辺通れんよね。あ、ここから中に入れるんか。てか向こう側にも人おるんじゃないかな。もうちょっと人をアップにしていただきたいんだけど。お、なんか話しよる。代表のお父さんはすごいお金持ちでポケモンのため財団を作ったそうです。ポケモンが暮らしやすい空間を見つけるための研究を形にしたいですね。ちゃんといい人たちじゃないか。あ、なんかここにアイテム落ちとる。波は変化を予測しやすく、波力発電も安定しているのです。ね、なんか一時期、スカルダンと組んで、いろいろやりよった人たちとは思えんけど。すごい気づく薬を見つけた。さあ、じゃああとは中に入っていこうかな。じゃああの女の人はあそこでちょっと波を眺めよるってことかな。それもなんか果てしない仕事で嫌やね。あ、ここなんやね、あっこ。ようこそエーテルパラダイスへ。ポケモン保護区は上のフロアです。ポケモン保護区じゃなくって。ビッケさんはどこ？支え合うのです。なんか怖い。グワウ。僕たちも見学しているのさ。赤竹シティのサファリゾーンとは目的は丸計逆だね。赤竹シティ。これでいけるんかな？あ、ラボエリアや、下や。待って、上に連れて行かれる。とりあえず、ラボエリア。来た来た。あ、おった、ビッキーさん。お久々。アイラ様、ようこそいらっしゃいました。リリエ様のこと、ルザミーナ様のこと、心より感謝しております。リリエ様から頼まれております。グラジオのことも言ってあげて。なぜお二人が関東に行かれたのか、お話しいたしますね。ルザミーナ様、ウツロイドの神経毒か、自ら融合なされたからか、ゼットパワーの負担でしょうか。肉体にも精神にも悪影響があったようで、ほとんど眠られておりました。ですが、リリエ様が昔読まれた本の中に、希望の光がございました。パソコンのポケモン預かりシステム。作られたのは関東地方のマサキさんという方だそうです。知ってます。何でも昔、実験でポケモンとくっついたとか、あ、なんかやりよったね。アホっぽい実験しよるなって思いよったけど。人とポケモンの融合、他にもあるのかもしれません。その時、転送マシンに入り、ブーニープログラムでポケモンと別れたと記録されています。同じことをさせていただければ、ルザミーネ様の体内に残るビーストの毒も取り除けるとリリー様はお考えになられ関東に向かわれたのです。なんかあの頃普通にギャグっぽい感じでしおらんかった。リリー様もグラジオ様もエーテルパラダイスを出て行かれ心を痛めておりましたが、お二人とも立派になられて、箱割り息子でしたグラジオ様もパートナーであるタイプヌルに破かれた服にご自身でファスナーをつけられたそうで、あ、関係のない話まで長々と申し訳ありません。こちらをどうぞ。
なるほど、グラジオが裁縫できるようになったと。アリナは大きいマラサダを手に入れた。こちらもどうぞ。何？一緒やん、大きいマラサダ。味が違うんかな？では、私は、シークレットラボビーンって仕事をしておりますので。仕事をしておりますので何？そこにまた行けばいいの？シークレ、間違えた。シークレットラボ B。この辺グラジオの部屋があるとこじゃなかったっけ？あ、誰かおる。いきなりですが、これらを。アリナは遺伝子のくさびを手に入れた。何？いきなりだな、ほんと。お、今しめの壺。何？なんかいろいろと大切なものをくれるけど。心の雫を手に入れた。代表のルザミーネ様がコレクションを目論んだポケモンに関わるものだそうです。よろしければ道具の説明をいたしましょうか。あ、お願いします。遺伝子のくさびは？キュレムと呼ばれるポケモンも、レシラム、あるいはゼクロムと合体させるくさびだそうです。え、合体？今しめの壺は？フーパというポケモンの姿を変える壺だそうです。フーパ。フーパってなんかあれじゃない？ね、ポケモン不思議のダンジョン出てきたやろ。心の雫。ポケモンのラティオス、もしくはラティアスに持たせると、エスパーとドラゴンタイプの技の威力が 1.2 倍になります。え、ラティアス、ラティオスも捕まえられるの？それにしても、好きなポケモンをそばに留めておくためとはいえ、ポケモンの技を利用してのコールドスリープだなんて。眠らされていたポケモンたち。元の生活ができるよう、きちんと保護してあります。よかった。優しく接してあげてね。んで？ん？あ、ここはルザミーヌの部屋ってことかな？ここは？あ、ここが、シークレットラボ B？ UB の件ですね。公害を禁じられておりますので、ここだけの話でお願いします。まずはこちらをお受け取りください。お、アイナはウルトラボールを10個手に入れた。国際警察の方々に、私を頼まれていました。これで何？ビーストが捕まえられるん？それはエーテル財団が極秘開発したウルトラボール。ウルトラビーストの捕獲に特化した特殊なボールです。そのため、製造コストが高く、量産は困難です。ご利用のタイミングは、よく検討してくださいませ。UB の出現は、私たちの財団が引き起こしたこと。できる限りの協力をさせていただきます。一度、リラさんたちの待つ、アーカラのモーテルに帰られてはいかがでしょうか。何か情報を掴んでいらっしゃるかもしれません。なるほど。え、さっきから今までの間に何か掴めたかな？ここ呼び出せんよね。一応一回外に出んといかんわけか。んと、他の部屋とかには何も落ちてないんかな？ん？なんか押してしまった。違う違う。じゃあ、とりあえず、外に。あ、保護区まで行ってしまった。何回だよ。何回繰り返すんだ。保護区じゃなくって、船着き場？エントランスか。はい、到着。これで外に出たら多分、リザードンが呼び出せるはず。ここからもう呼び出せる？あ、呼び出せた。アーからの、8番道路。この辺やったよね、なんか。ん？どこだ？あったあった。ちょっと待って。ほい。出発！はい、到着。なんか掴めたかな？大した時間経ってないけど。ただいま戻りました。あれ、ハンサムさんは？お帰りなさい。どうやらビッキーさんとお会いできたようですね。そろそろハンサムさんも戻られる頃かと。あ、なんか調査しよったんかな。大変だ。どうされたんですか、その口調。その口調？そっち？それに何があったんです？そんなに慌てられて。そっちが先じゃない？何、どうした？すまん。つい癖でな。
そんなことより大変だ。パラサイトの目撃情報、垂れ込みがあったんだ。やはり星の居場所はここ、アーカラ島。マジで？おお、UB01、パラサイト任務開始。かっこいい、なんか。了解。ハンサムさんにアイラさん、任務を開始しましょう。私は市街地周辺の警戒に当たります。アイラさんは現場に向かってください。ハンサムさんはここで待機し、バックアップをお願いします。そうか。バックアップも大切な任務です。私たちの背中は、ハンサムさんに預けますね。まだ出会ったばっかりなんですけど。イエッサー。で、何？どこに向かえばいいの？それでは私は行ってきます。アイラさんも、どうかご分を。いや、ボス、頼んだぞ。アユナ君もくれぐれも気をつけてくれ。情報が聞きたいときや、何かあれば私に言ってくれ。うん、とりあえず情報を、何？目撃情報ってどこで？さて、何かあったか？それとも情報が必要か？UB 情報は？ UB01、パラサイトことウツロイドの情報だ。ウツロイドは人やポケモンに寄生する恐ろしいビーストだ。目撃数は1匹。目撃された場合、現場は次の2カ所。ベラ火山公園、並びにディグラトンネル。おそらくアーカラ島内を移動していると思われる。なるほど。はい、わかった。気をつけて頑張ってくれ。すげえ、なんかワクワクするね。何？どこへ向かえって？ベラ火山公園に向かえばいいんかな。ベラ火山公園、よし、行くぞー。なんかあれやん。なんかあれやん。なんて言うん？さっきの音楽といい。私逆転裁判がすごい好きなんやけどさ、あれで事件が起きた時みたいな感じですげえワクワクしてんだけど今。ほら、ワクワクすっぞーって感じやね。ウルトラビースト、ウルトラビースト。目撃情報って言ったけん、その辺の人にも声をかけた方がいいんかな。ねえねえ、ウルトラビースト見かけてない？キャー、カキさんとポケモンの燃えるダンスを見なくっちゃ。そんなことはどうでもいいんだよ。お、あ、びっくりした。ウルトラビーストがおるんかと思った。移動しただけか、私が。あ、そういえばこっちの方向行ってないよね、私。なんか後々行けるかもしれんとか言って結局行ってなかった気がするんやけど。ほら、この子多分出会っ、あれ？行ってたのか、普通に。うん、来てたっぽいな。さっきのセリフも普通に聞いたよ、私。ウルトラビーストは一体どこにいるんだ？で、そう、いやー、動けねえ。お、ややこま。おし、生きよるなら。あ、そっか、ややこも捕まえてないじゃん。ってことは、ちょっとカビゴン、カビゴン。出ておいで。真っ黒黒介的な感じ。さあ、ややこも捕まえるよ。あ、なんかね、今ね、ポケモン図鑑の登録数、捕まえたポケモンちょうど100匹やったよ。登録ポケモン。登録ポケモン。登録されたポケモン。すごくない？ 100 匹ちょうど。さあ、そして君は101匹目になるんだ。ジタバタしないで。捕まって。誰か来るんじゃないだろうね。うわ、来た。レベルはどうよ。いや、こっちの方が低いね。ってことは、そっちのややこまは普通にやっつけちゃっていいよ。早い。しかし全く効かない。カビゴンのしかかり。さあ、君は別に助けを求めなくても、別にね、取って食おうってわけじゃないんだよ。ってことで、あれ、ハイパーボールは一体どこへ。あった、ハイパーボール。さあ、来い。お、押してきた。やったー、ややこまを捕まえたぞ。
やったね。特訓捕まえとったかと思った。ややこまのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、日のやこまは持っとんやね。なるほど。登録完了。やけん、捕まえたと思っとったんか。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ややこま、コマ撮りポケモン。興奮すると体温が2倍まで上がり、体内のホルモンが活発になるのだ。ニックネームはつけません。じゃあ、ボックスに。でさ、ウルトラビーストは一体どこに出てくるの？あ、こっちなんかある？あ、飛び降りるんか、こっちは。え、こっち降りてったらまたあの入り口のとこに着くんか。ウルトラビーストもしかしてあれかな？踊りとか見たとこにおるんかな？あの、カキの試練のとこ？違う？ちょっと行ってみる価値あるよね。なんかすげえ声が、あ、カキじゃん。炎 Z。山を下り、キャプテンミニゲートの前にいる試練サポーターに見せるといい。俺らは踊りを続けます。アローラに伝わる人とポケモンの思い。Z パワーが何か分かるまで。あれからずっと踊ってんの？いやー、炎セット、試練達成おめでとうです。結構前にね。頂上までお疲れ様。ポケモンを元気にしましょうね。いやー、それはいいんだけども。ちょっとディグダトンネルの方に行ってみた方がいいんかな。ディグダトンネルってどこよ？この辺？いや、違うね。あ、ここか。ディグダトンネル。よし、行くぞ。とりあえず、ベラ火山公園はどこにいるのか分かんなかったから、隅々まで見んといかんのかな。あのトンネルの中とか、トンネルの中は見れなかったな。命の遺跡。ここになんかいる？あ、ここか。これはどうやればいいんやっけ？帰りき呼び出します。そしてとりあえずちょっと押してみようか。はっ。ほい、そしてよいしょ。んで、あ、これか、あとは。なんかすごいポップな音楽が流れよるけど。はい、オッケー。この先なんかある？あ、ここか。ハプーンの試練のとこやね。ってことは別に何もないんだな。せっかくここに来たけど、ここにもいなさそう。まあ、ここディグダトンネルじゃないしな。とりあえずどこに行けばいいんだ。ディグダトンネルに行けばいいのか。ディグダトンネルは一体どこ？あ、びっくりした。誰かと思ったわ。まあ、誰かと思ったわっていうか、誰なんだって感じやけど。こっちの方別に違うね。何もないし。人がいるだけ。ああ。草むらに入ってしまった。お、野生のキャモメが飛び出してきた。キャモメもペリッパーも確か持ってたと思うから。ね、いるね。ん？ここ飛び降りれるよね。よし。あー、ここなんか道具落ちとるやん。取ってなかったんや。あ、こっちから行けん。あー。あー。んで、そこの見落としていた道具を。すごい傷薬を見つけた。よしよし、オッケー。んで、あ、今夜やけんさ、またこういうお墓とかに何かあったりとかしない？何もなさげだね。お得な掲示板。あ、なるほどね。そうじゃなくって、なんか変な声が聞こえた。ポケモンの声やろうけど。ま、じゃなかったら怖いよね。ん？あれ、ポケモンの声、本当に。いや、ポケモンの声だよね。じゃなかったら何なんだって。ん、超迷路みたいになってんだけど。イワンコの声かな、もしかして。
9番道路。この辺ディグダトンネルとかあるんじゃないの？あ、ここはあれか。お。ディグダトンネルどの、これか、ディグダトンネル。短い味わい。確かに9番道路超短い。さあ、ディグダトンネル。ディグダトンネルに来たのはいいんだけど。あ、来た！はてな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 が現れた。うつろいでやろう、うつろいど。オーラをまとい、特防がぐーんと上がった。こいつを、捕まえるよね。保護せんといかんのよね。ってことは、やっぱカビゴンの手加減でいった方がいいんかな。だってそんなに強いってわけじゃなくて、普通にやっつけてたもんね、前も。いっけ、カビゴン。パワージェム、何それ、パワーアップするの？違った、普通に攻撃だった。よし、行くよ。カビゴン、手加減。そっちが先か。手加減。あ、ほら、結構普通に2発ぐらいでいけそう。で、ボールを使えばいいよね、もらったやつ。どう？あと1回ぐらいいける？多分まだギリギリまでいけると思うんやけど。手加減。よし、これで多分。どこだ？ウルトラボール。ウルトラビーストを捕まえるために作られた特別なボール。ビースト以外は捕まえにくい。お願い、捕まってくれ。量産ができないらしいから。ほい。おっしゃー。やったー、捕まえたぞー。さあ、これで報告しに帰ればいいってことか。あ、ポケモン図鑑登録されるんや、ウツロイド。へえ。さっきまでハテナ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 やったのにね。ウツロイド、登録完了。ってことは、この子普通に戦闘で使えるってこと？正体不明のポケモンロトよ。早く調べろと。ウツロイド、寄生ポケモン。UB の一種。意志があるかは不明だが、時折少女のような仕草を見せる。女の子みたいよね、ほんと。ニックネームはいらない。とりあえず手持ちに加えとく？何と交換しよっかな。じゃあ、ちょっととりあえず、カイリキーと交換してみよっか。てか、何系？ウツロイドって。何タイプやった？よく見てなかった。じゃあ、カイリキーと交換します。あ、じゃあ、格闘 Z 外して。ほい。ウツロイドを手持ちに加えて、カイリキーをボックスへ送ります。すべての UB の捕獲に成功。ハン様に報告に行こう。おーし、オッケー。で、ウツロイド何タイプよ。あ、体力が。体力が。岩毒。パワージェム。ミラーコート。アシッドポム。ベノムトラップ。なるほどね。って感じらしいよ。おーし、それじゃあ。報告に行こうか。アーカラ島の上の方やったっけ、この辺違う、ここか。あれ、こっちか。ここやね。さあ、捕まえた、捕まえた。よかった、これ見つからんかったらどうしようかと思った。ね、ちょっと時間かかるかなと思って覚悟しとったけど、ハンサムさん捕まえたよー。お、ボスはまだか。さて、何かあったか？それとも情報が必要か？UBを捕まえた。素晴らしい。やったじゃないか。すぐにボスを呼び戻そう。ボスは一体どこで何をしていたんだ？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。